SNS 版タイガーファンディング虎の楽屋トーク。 SNS 版タイガーファンディング虎の楽屋トーク、よろしくお願いします。お願いします。実はちょっと僕ほろ酔いになってまして。俺も酔ったよ。どうですか。罪の中でお金されてましたよね。飲みながら喋ってたよ。多分令和のそれ初めてテキーラ飲んだと思います、はい、その彼が、はい、ちょっとホルエの中でもあるんですけども、今回の方は結構個性とか溢れる方なんで、タオさん改めて。そうですね、酒の勢いもあったのがついつい女性が怒ってしまいましたね。いえいえ、ちょっと岩井さんとのバトルがちょっと火花が一瞬見えましたね。なんか挑戦状叩きつけられた気がもしかしたらいよいよ、もしかしたらそんなのそのビジネスが起きる可能性が見たい見たい。ちょっとチレッと出てましたね。志願者どうでした、印象は。そうですね、まあ本当にその場でも言ったけど、ちょっと薄っぺらいなっていうのは直な意見で、僕あんまりこう女性だからとかっていうスタイルじゃないんで、僕自身が男だろうが若かろうが子供だろうが言うことは言うっていうのがスタイルでやらせてもらってるもんで、本当に思ったことをただただ言わせてもらったんですけど、それがどのぐらい響いてるかまではもちろんわからないし、もっとその自分の失敗な部分を前面に出してくれた方がきっと多分見てる人とか女性のファンっていうところには伝わるのかなっていうのは思いました。確かになんかそのボールはめっちゃ渡しましたよね。めっちゃ言いました、はい、しつこいぐらい言いました。そうか、しました。はるかさん、僕は多分無理してる部分が多いんだろうなと思って、お酒以外にその夢中になれることとか没頭することが多分ないからお酒に逃げてしまったりっていう部分が多分あると思うんで、そういった部分を環境を与えることで彼女のマインドや人生変わっていくなんかきっかけになったらなと思って、まあ、今回協力しようっていうのはすごい思いますね。まあ境遇がすごい似てる部分も多かったんで、はい、まあ、ハリカイさんとの彼女がついていったら一番よく輝きそうだな。そうですね、そう感じましたね。多分ポジティブじゃないと思うんで、はい、それは感じました、はい、無理してると思うんで、まあ、ポジティブに変身させてあげたいかなっていう。なるほど、はい、今後ちょっと期待してるんで、ちょっとハリカイさんにも時々なんか、そうです、彼女の方なんか進捗とか共有してもらいたいです、ね、はい、もうぜひぜひ見てます。ありがとうございます。会社員さんどうでしたか。あの子が酒好きなんかアルチューなんかの判断できなくてアルチューやった時ってやめれないですよね、きっと、はい、量を減らせない、はい、ってなると今の作業時間がないのがこうほとんど一日お酒飲んでるからっていう生活が変わらないってなると、僕ももうハルキさんしか救いの手差し伸べれる人がハルキさんのプロデュースとかチャンネルに出るんやったら、酒で潰れて歌舞伎町で倒れてるのも知名度はこう得れるんで、協力投げていただいてよかったなと思いました、うん、そうですね、はい、でも会社員さん結構 SNS コンサルすごい定評がありまして、ね、うん、どんなコンサルしていきたいなみたいなイメージされてるのあります。あのバンさんが今日名前をテキーラ歴をテキーラ歴に変わるやつをちょっとハルキさんの関わりを見ながらつけるところから、そうですね、始めていかないでも名前変えた方がいいよね。まあ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 絞られますしね、パイがかなり絞られちゃうね、リストが、はい、しかもずっと飲み続けないといけないキャラになる、ね、そうそう、サムネまで見えますね、名前を奪われた志願者それは俺が言われた、それはもう背の関与的ななんかちょっと原石みたいな感じありましたよね、うん、そうだね、あの花はすごくあったし、うん、ちょっとヒカルちゃん嫉妬しちゃってなかった、ありましたね、なんかちょっと女の顔になってて、俺すげえ気になって、俺左向くと二人ともいるからなんか二人の並びがなんか嫉妬する女とその男みたいな、僕は右見れなかったっすね、だからね、本音はどうだったんですか。確かに、いやなんか、はい、みんな優しいなと思って見てました。まああの子に対してそんなに現実を突き詰めても今受け止められる状況でもないし、なるほど、それこそ SNS で輝こうと思ったら適当な日で行った方がいいんだろうけど、それを奪っちゃうとそこら辺にいる港区女子なんでさ、もうそれも現実だよねその頑張るっていう、ああ、その、はい、であれば全然手伝いたいんですけど、優しいな、まあ、お酒とか、まあ、生活面で時間を無駄にしてる部分があるっていうのが、やっぱ努力が見られないっていうのだとちょっと関わりたくないなっていうのはあります、ね、でも彼女からしたらやっぱりヒカルさんみたいに将来なりたいと思うんで、うんうん、でも夢ではあるからね、それはすごくいいことだと思うから、うん、ぜひ、まあ、応援してあげると、そうですね、まあ、こういうようになりたいっていう意思がまだあったので手伝いたいなっていうのはありますね。今回結構個性の強いまた志願者というところで、ね、うん、最後皆さんにお一言ずつぐらい、もしかしたらこれから志願者に来る方とかもいらっしゃるかもしれないので、うん、これを見てる視聴者含めてこれから志願者を検討されている方にもしよければ皆さん一言ずついただけたら嬉しいです。
まあちょっとそうですね、今の志願者だけに限る話はちょっとなくなるんですけど、 SNS っていう意味ではむしろ会とか会社員さんとかも僕からしたら先輩でもあるし、やっぱね、そういう意味ではフォローできる役割はすごくできると思うんで、うん、まあ、俺が呼ばれてる意味っていうのは、シーンが呼んでくれた意味っていうのはクラッシュ&ビルドのクラッシュ側だと俺は思ってて、うん、言えないことをどんどん言わなきゃいけないだろうし、本人のその根深い闇の部分にメスを入れていく役割だと俺は自分で思ってるんで、だからこれから来る方は、まあ、俺にどんどんメスを入れられると思ってもらって、その先にあるフォローとか皆さんのその経験値なんかも含めて力になれたらなと思ってます、はい、ありがとうございます。はるかさん、はい、やっぱトラもそれぞれやっぱ考え方も違うし、うん、職業も違うし、うん、まあ、価値観も違うんで、本当に多くの志願者がいや俺とかどうせ無理かもっていう風に捉えずに一回挑戦してもらったら、うん、やっぱ刺さるトラも絶対いると思うんで、みんなこう積極的にちょっと応募していただいて、あのステージに立つだけでも絶対学びになるなっていうのは今日すごい思ったんで、たくさんのご応募お待ちしてます。ありがとうございます、はい、会社さんお願いします。令和の虎に出ると支援もらえるっていうのと、まあ、それと別にこの体制を回さないと本人も知名度上がらないんで、そこは全員が協力して体制回数を回すっていうのには責任も関わってると思うんですけど、その時にバンさんみたいな人に自分の過去のトラウマを掘ってもらって、もっと出さなあまりにもったいないなって、あの雰囲気あのオーラで突っ込んでもらったら、もっとこう自分を面白くというか、これから人に見られる仕事をしていきたくて SNS だと思うんで、そこのちょっとブランディングの甘さが出たかなっていうのがすごいもったいなかったなと思うんで、裏返しは勉強になるよね。バンさんとかがやってるやつがいかに大きなこうチャンスの球を投げられてるのかっていうのを理解しないとどこにも繋がらなくなっちゃうんで、ちょっと注意してみてほしいなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ最後ヒカルさんお願いします。来てもらって志願者の方のことを短時間で知るのが結構難しいので、こちらとしても披露してもらったこととか話してもらったことからつまんでこっちが何をできるかっていうところを提案してるので、もっと自分のことを知ってほしいっていう姿勢みたいなところをもうちょっと感じたいなっていうのが一番あるので、自分が思ってるところ以外の部分でこっちがいいなって思うところがあるかもしれないので、何から何まで全部打ち明けるみたいなところはもっと姿勢にしてほしいなと思います、うん、ありがとうございます。じゃあ今後も SNS バタイガーファンディングでいろんな志願者に会えることを楽しみにしてます。虎の楽屋トークでした。ありがとうございました。